イクロンケイです。シェフユッキー。なんかいつもと違いますね。自分たちで用意しといてなんでそういうこと言うの。全部言うやん。本日の動画はじゃん。というわけで今日は純レッド2023年福袋開封動画。純レッドから福袋事前にお借りしまして、どんなアイテムが入ってるのかをね、見てもらいたいと思います。それでは早速行ってみましょう。詳細なんですけど、まずお値段が 13,200円、税込みですね。ジェネットのサイトによると中身は 35,000円相当となっておりますね。だとしたらめちゃめちゃお得やない？うん。で、購入方法はオンラインでの予約ですね。もう今この段階からできます。で、ブラックとベージュの2種類がありますね。ここら辺はおなじみやね。じゃあ早速開けていきたいと思います。カツボクで。じゃあまず1点目。はい、はい、じゃが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 じゃん。はい、カーディガン。結構シンプルめなカーディガンですね。めちゃめちゃシンプルやね。純のカーディガンの相場が出て6000円から8000円ぐらいの間ですね。うん、でもまあ大体6000円ぐらいじゃないって考えても13000円。そっか、半分ぐらい占めちゃってるからね。まあ、純とかでメインで出てるこうステッチがあるやつよりかシンプルですごい使いやすいし、福袋に入ってて使いづらいなみたいな時あるけど、あ、うん、まあ、それが絶対ないカーディガンだなとは思うね。ああいうデザイン性のあるやつは選んで買うけどね。別に選んでないのに来ただったらちょっと怖いもんね。そうだね。こういうのはもうあって損はないし、うん、まあ、使いやすいしね、うん、はい、今着てみました。こちら L サイズなんですね。めっちゃ肩落ちとんね。ほんとだ、めちゃくちゃ落ちてる、ね、トレンドのシルエットですね。ね、ってなわけで、じゃあ1点目こちらカーディガンでした。よし、じゃあ次何が出るかな。2点目はこちらです。じゃん、中綿系のブルゾン。そうですね、中綿ブルゾン。これもオーソドックスな感じですね。こういうやっぱシンプルなやつがいっちゃう嬉しいわ。誰が買ってもハズレがないってことだよね、うんうん、失敗しないっていう、そこをマジで徹底的に考えて詰めてるね、この福袋は。これね、今店舗に似たようなの売ってるんだよね。あ、マジ？うん、結構売れてるんですけど、うん、ガチェ。一番ちょっと似てるなと思うのは2way ストレッチファイバールーズダウンジャケットってやつなんですけど、うん、多分純のその売ってるやつよりかはダウンというかブルゾンって感じだね。そう、ブルゾン。そう、店舗に売ってるのよりかはまあ薄いなと思う。そうですね、うん、まあでもこれ入ってたらまあ使いやすいからね。うん、じゃあ持ってきますよ。あ、お願いします。はい、です。めっちゃ良くない？あれ似合ってるな。ショート丈なのかなと思ったけど、そんなこともなかった。俺結構このボリューム感好きよ。モコモコしすぎないっていうのはあるね。モコモコのダウンよりスタイリッシュに見えますね、うんうん、ダウンとライトアウターの中間みたいな感じ。あ、そうだね。大前提としてモコモコしすぎてたらあの福袋に入れらんないもん。はい、じゃあ2点目は中綿ブルゾンでした。次で最後っぽいんだよ。最後でしょう、もう入らないでしょう。じゃあいきます。3点目はこちら。じゃん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 、ステンカラーコートです。コートに中綿ブルゾンにカーディガン、えぐない？アウター2つ入ってるんでしょ。すごいね。すげえな。まあこれもちょっと似たようなのは売ってるんですけど、だいたい15,400円とか16,000円台とか、うん、そこら辺になってきますね。僕たち動画始めた当初から、うん、ステンカラーコート初心者に一番おすすめのコートって言ってますけど、これがクックルで入ってるのは本当に嬉しい ね、うん、しかもこれ今トレンドの首元で留めれるような仕様になってますね、うん、これ結構ポイント高いんじゃない？いいね。あとはまあ竹感だよね。まあそれね、ちょっと着てみますわ。お願いします。私が着てみました。大きいんや。俺正直福袋のコートって言ったらね、あのね、ここぐらいかと思うんですよね。太ももぐらいで止まるような丈感かと思って、うん、首元締めれる分進化したって思うわね。去年より格段に進化してるね、うん、これ僕が勝手にZOZOタウン換算して、まあ、大体カーディガンが6000円から8000円台ですが、じゃあ7000円で計算しますね。でダウンが大体9900円ぐらいと大体1万6000円ぐらいだから、俺の計算だと3万2900円ぐらい、まあ、3万5000円相当って言ってたから、うん、大体は合ってると、うん、お得すぎませんか。1万3200円でアウターが2つ入ってるっていうのが俺はお得だなと思ったね、うんうん、これは買う価値ありますよ。はい、というわけで今日は純レッド福袋2023年版開封動画でした。いかがだったでしょう。去年のやつはさ、内容量もう少し多かったけど、今回は3点に絞って質を上げたって感じなんじゃないかな。そうね、そんな気はする、ね、うん、アイテム一個一個のね、満足度を高めた福袋って感じでした。
アウターとかね、いい値段するんで1万3200円出したら、まあアウターが2つ手に入るということでね、本当金欠な学生さんだったり、まあ、高校生とかね、お年玉で買えると思うんで、あ、まあ、そういう方にぜひおすすめしたい福袋でしたね。こちらですね、もう今予約できるんですけど、お届け時期が1月の上旬となっております。福袋の予約の URL 概要欄の方に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、このチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、ぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ福袋でいってらっしゃい。